生初めての A なんだけど、すごくない？異常が見つかりました。判定 D。 なんかヤバそうじゃない？心臓的にヤバいやつかな。はい、こんにちは、小町です。今日はですね、6月の中旬ぐらいにやってきた健康診断の結果をですね、発表したいと思います。ちなみにコマはね、ずっとフリーターで海外に行ったりとかもしてたりして、健康診断を受けるのがね、3年ぶりなんよね。3年ぶり3回目の健康診断です。ちなみに私の健康スペックっていうのは、家族性高脂血症っていう遺伝性の病気があって、それは今ね、2ヶ月に1回病院に行ってちゃんと治療をしてるから、まあ、大丈夫だし、きっと下がってると思うよね。で、見どころ、まず1は私のコレステロールの数値で、もう1つ、私めっちゃ酒飲むじゃん。だからお酒が大好きだから、肝臓だよね、肝機能がどうなってるかなっていう、ちょっとね、心配があります。まあ、でも普段はちゃんと気をつけとるから大丈夫だと思うんだけど、そんだけじゃね？それ以外不安なところないもん。それ以外不安なところないもん。それ以外不安なところないもん。ってことで早速開けていきます。え？ちょっと待って。ん？異常が見つかりました。あら、これやばいのかな？どうなんでしょう。はい。それではまず、身長 155.3cm、 体重 51kg、 まあ平均的ですね。 BMI っていうのもね、 21.1 ということで、ちゃんと基準の中にね入ってるので、はい、体型は問題ないということですね。はい、次、視力、右左 1.2、 多分コンタクトがなければ 0.00001 くらいなんだけど、両目コンタクトして測ったから 1.2 ですね。はい、ということで、身体測定も目も判定は A です。あ、これなんかあれがあって、まさに順番がむちゃくちゃで、 A 異常なし、 B 軽度異常、 C 要経過観察生活改善、 D 要医療、 E 治療中、 F 判定不能っていう判断基準ですね。はい、聴力 A、 血圧 A、 血液一般 A、 特に問題ない、全部全部問題ないですね。はい、肝機能判定は B。 まあ大丈夫じゃない？軽度異常、ちょっとだけ異常、まあ大丈夫よ。 AST GOT 平均が30以下で、コモは25、これは平均なんだけど、 ALT GPT ってやつが30以下が平均で34だった。微妙、微妙だね。で、次、これなんて読むの、これ R?RGT? なんて読むんだろう、ちょっとわかんないけど、それが50以下が平均なんだけど23、これも普通。この ALT ってやつがちょっと高かったですね。そしたら B になっちゃった。厳しい。はい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 、これがもう私のもうメインディッシュです。脂質代謝、これがコレステロールのことね。で、まず HDL コレステロールっていうのがあって、これは善玉菌だから E、いいコレステロールって言ったらあれだけど、まあ、とりあえず大丈夫、問題ないって。基準値40以上、私78。うん、いいじゃないですか。はい、続きまして、これが問題なのよ。ここが私はやばかったの。 LDL コレステロール、これ悪玉ね、これが多いとやばいよっていうやつなんだけど、これ基準値60から119、私110。初めてこんな数値、ちょっと感動しているよ。いや、でもさ、みんなからしたらさ、これ上限ギリやんって思ったでしょ。でもこれ私からしたらめっちゃすごいな。私これね、もともと440ぐらいあったの。すごくない？110まで下がってるの。待って、これめっちゃ嬉しいな。いやー、でも脂質代謝コマ、人生初めての A なんだけど、すごくない？ A だよ。だっていつだって私は悪玉コレステロールがメーターを振り切れてたんだから、ついに A になった。やばー、嬉しい。やったぜ。でもこれはね、もう食事改善だけではどうにもならなくて、毎月注射を打って、なんか気持ち悪い薬を毎朝バンと1回ね飲んでってやってたから、もうこれはもう努力の賜物。
よかったー、お薬さまさま、ありがとう。で、中性脂肪が平均30から149.60、いいじゃないの。もうこれね、コレステロールのところでね、もう今ねすごい嬉しくなっちゃって、もう他どうでもいいんだもん。ただこの後にね、あの異常が見つかってる部分があるから続きますね。次、糖代謝、なんかよくわかんない、糖代謝平均マイナス99.82、あ、ちょっとおもろくないな。腎機能も A、 尿一般 A。 はい、続きましてこちら異常が見つかりました。安静心電図判定 D、 要医療。なんかやばそうじゃない、心臓的にやばいやつかな。心拍数51、1分間に51回ドクドクしてるわけだ。変なのこれ、ちょっと調べよう。安静にした状態で心臓のドク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 を測って、で、一般の人は1分間に60から80分トクトクが平均なんだって。運動不足、体調不良とかだと81泊だって。だゆっくりなんだね。コマ51だから緊張していたのかな、なんか走った、うん、早いんだ。極端な動静不整脈だって。動静不整脈とはリズムは正常であるが規則的でないということで、若く健康な人によく見られます。え、健康じゃん。どういうこと？ D だよ。なんで？この心電図でわかる病気、心筋梗塞不整脈だ。はい、ということで最後、胸部 X 線判定 A、 異常なし、おしまい。肝機能は若干よろしくないよと、まあ、でも若干だよっていう感じですね。え、コレステロールはもうパーフェクト、はい、治りました。あ、でもこれ油断してね、薬とかをやめたり食事バーンってしたりしたらもう一気にブズーンって上がるんだろうから、まあ、これからも一生薬とは付き合い続けていかなきゃいけないんだけども、だけどね、薬でここまで下がるってことが分かったってだけで私はもうめっちゃ安心した。死にたくないからね、まだ薬でここまで抑えれるならもう薬飲むよって感じ。はい、という感じでね、酒飲み講師決勝の旅行診断でした。